喂，杰克。杰克。ちょっと出かけるだけだよ。おはようございます、ポンちゃん。そしてジャンケン、おはようございます。今8時ですが、クロケンパパは自分の病院に行ってきます。今日は採血もあるんだそうで、ちょっと何も食べずに行ってきます。飲まず食わず、水は飲んだけど喉カラカラやねん。はい、じゃあ行ってくるよ。さあ、ジャン君は薬も飲んでるし、なんやかんや今日はちょっと、パパは病院に行って帰ってきましたが、病院の結果が、数字がみんな全部悪くなってるということで、ちょっとショック受けていますが、食事に気をつけて運動するという、まあ、定番中の定番をやっていくことになります。そして、家にずっと誰かしらいることでだいぶ今日は安定していますが、これからちょっと、夫婦でフォークソング同好会に出かけてきますということなので、まずはね、喉のケアを僕しなきゃいけないのと、あとは、例によって iPad でね、音を出すと。 iPad のスピーカーじゃどうやらダメっぽいので、Bluetooth のスピーカーを、1階から持ってきて、そこから低音を聞かして鳴らしますよ。いろいろ気使いますよ。スチーム出始めました。さて、喉のスチームはパパはできましたけど、ママはやらないのかな、そして、あら、なに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 、はい、わかりました。じゃあしばらくここにいていいです。で、スピーカーを持ってきたので iPad から流すというパターンをやります。あと1時間ぐらいで出かけます。はい、いいじゃない、いいじゃないのって何かあったね。はい、古いって言った。はい、はい、ジャン君。ジャン君、ちょっと出かけるだけだよ。ジャン君、はい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 、ここいて、しばらくはいられるからね。さあ、ぼちぼち出かける時間なんですけれども、このなんか暗くない、スピーカーとこの iPad を、Bluetooth でつなぎ、YouTube の場合ですね、このミックスリストっていうのがこれ勝手にできるんだよね、多分ね、よく見る動画のやつをね。で、たくさんそれを集めてくれるので、これを見つけたので、これにします。ポチ。音がしない。あ、電源が入っていない。置いとくと電源切れちゃうのかな、ひょっとして。かもね。呼び出してるかな。待ってるで。はいはい。保護される以前のジャン君に何があったのかな。ダメなのか、ストレスをためないで、お願いします、行ってきます。
ゲームっていうの、はい、はい、ということで、ブラシだと良くて、なんで使えばダメなのかな。大丈夫だよ、ブラシ持ってる、ほら。そこ、ブラシやりにくい。端すぎてやりにくいよ。乗せさせたね。進歩で治療の選択肢が増え、がん治療などで保険診療だけでなく全額自己負担の自費診療を選ぶケースもあります。自費診療、そこで自費診療をサポートする明治安田のしっかり備えるがん就寝保険、手術、放射線、投薬のがんの三大治療をしっかりサポートし、進歩するがん治療に合わせて無理のない保険料で一生涯にわたり備えることができるがん保険です。薬物治療については保険診療
家事の手間も減って節水にもなる食器洗い乾燥機。え？キッチンに置く場所がない？そんなあなたにこそこのスリム食洗機。シンク横のこんな狭いスペースに置けるんです。しかもリフトアップオープンドアで蛇口の邪魔にならない。4人分の食器がしっかり入ります。置き場所で諦めるのはまだ早い。パナソニックスリム食洗機、賃貸住宅の方にぜひ。パナソニック。猫語で会話する？でも今日猫語じゃなくてもさ、泣いてるよ。泣いてるよ。ヒヒさん。ヒヒさんにジャン君。
い女性の方が猫には好まれるという説があるんですが、孫いママはそんな中でも超高音の持ち主なので、ジャン君との会話が可能だったのではないでしょうか。ここからママ先行のパターンが始まります。お、岩を交換したいんですけど。
うちの名前と、携帯の電話番号がっていうのはね、ちょっと見せられないけど、で、何金属に、まあ透かし彫りじゃなくてあれしてあるので、うん、水に濡れても消えません。消えません、うん、はい、じゃんけん、はい、ます。ちょっとびっくりか、あれちょっときつい、あれなんでだ、あれきつい、さあ止め方がちょっと難しくない、うん、あ、こっちの方が、あれちょっときついかな、あれかな、こっち少しゴム、あの伸びる、あのちょっとこうゴムみたいな、大丈夫大丈夫、指入る、うん、おっちゃんも映り込んでる、あ、出てだけね、あ、顔が映ったよもうちょっとこっちに来たい、あ、映ってる映ってる、あ、映ってる映ってる、気がついてない、すごーい、ジャン君が人と暮らすようになって1年間は怖いこと嫌なことがなかったことで、少しずつですが心を開いてくれたように思います。パパはグイグイ、ママは優しく接していきます。ジャン君、ジャン君、こっちですよ。
先生。ねえ。これは乗ったと言っていいんでしょうか。この頃やっと本格的なスキンシップが始まり、ジャン君の人間不信が消えていくように思います。どうですか、ジャン君。
はい、ただいま帰りましたのよ。ポンちゃんはいいね。じゃ特に気にせずここでなんかローナヌスみたいだけど、ね、そしてジャン君、ジャン君どうした、大丈夫、大丈夫でしたか。ずっと寝てた。なんか出かけに泣いてたのは知ってるんだ。後ろ髪引かれたんだ。でも行ったんだ。